今日の予備校、いつもより授業のスピードが早かったな。週末に模試があるからだろうな。予備校の空気もいつもと違ったし、みんなも追い込みをかけてるんだ。今度の模試もいい点取らないと。もうすぐ門限だ。少し急がなきゃ。ただいま、お母さん。うん、順調だよ。でも A 判定取るためにはもっと頑張らないと。周りの子も追い込みかけてるから油断はできないけど、体調だけは崩さないようにしなきゃ。ありがとう、お母さん。私、頑張るね。この調子だと、あさってには新曲を投稿できそうかな。やったー！今回の MV すっごく頑張ったから反応が楽しみだな。みんな、お疲れ様。お疲れ様って、まだ終わってないでしょ？気が早いんだから。そうなんだけどさ、最近すっごく曲のクオリティ上がってるじゃん。だから MV の反応を見るのが楽しみなんだよね。まあそれは確かに。そういえば次の曲のラフってまだ来てなかったよね。ああ、そのことなんだけど。え？ごめん、曲のコンセプトを考えるのにまだ時間がかかりそうなんだ。だからラフができるのはいつもより遅くなるかも。K、また行き詰まってるの？うん、空いた時間に少しずつ考えてたんだけど、あんまりいいアイディアが出てこなくて。そっか、どうしても出てこない時ってあるもんね。でも少なくとも明後日まではみんな今の曲の微調整してると思うし、そんなに焦らなくてもいいんじゃない？うん、ありがとう。なるべく早くラフを作りたいけど。ふっふっふ、そういうことなら僕にお任せあれ。オミオ？何その言い方。変なこと考えてるんじゃないの？またミステリーツアーに行くとか。え、ちょっと怖いのは。大丈夫、今回は怖いのじゃないって。今回はってことはやっぱりどこか行くの？うん、実は僕フェニックスワンダーランドの1日チケットを持ってるんだ。フェニックスワンダーランド？そうそう、サークルの子たちと行ってきなよってフェニランでショーキャストやってる知り合いからもらったんだ。へえ、いい人じゃん。まあね、ショーに使うからって等身大のロボット作ったり、たまに校庭で爆破実験してたりするけど。なんだかすごそうな人だね。ショーの演出にはいつも全力って感じだからさ。というわけで、せっかくチケットもあるし、みんなでフェニラン行かない？日付指定のチケットだから今度の日曜限定になっちゃうんだけど。私は賛成。フェニランのナイトショー、 SNS で話題になってからずっと気になってたんだよね。フェニランか、あんまり行ったことないの。お、じゃあ行ってみようよ。いい息抜きになるかもしれないしさ。
ケイ、行くの？そうだね。人が多いところは苦手だけど、曲作りのためになるなら行ってみようかな。いいんじゃない？ミステリーツアーの時とは違うけど、インスピレーションは湧きそうだし。ナイトショーだったらいい感じの自撮りもできるだろうしね、エナナン。別にそういうわけじゃないってば。みんなで遊園地か。それでユキはどうなの？行けるわけ？私は。その日はもしがあるから行けない。ああ、もしがあるのか。なら仕方ないね。もしね。ユキ、もしの会場ってどこなの？ショッピングモールの近くだったはず。ならフェニランにも近いじゃん。終わってから合流すれば。そうだね。せっかくならみんなで行きたいしさ。みんなで。もしが終わった後、少しだけなら。ごめん、少しミュートする。うん、映画を見てたの。字幕なしで見れば英語のリスニング勉強になると思って。もう夜遅いから、明かりが漏れると迷惑かなって。うん、心配させてごめんね。もうすぐ寝るから大丈夫だよ。おやすみ。ごめん、急にミュートして。大丈夫だよ。何かあったの？お母さんが早く寝なさいって言いに来ただけ。それとさっきの件だけど、やっぱり私はいけない。模試が終わった後も自己採点とかあるから、みんなで行ってきて。そっか、そういうことなら仕方ないね。じゃ、また模試がない日に一緒に行こうよ。たまにはあんたも息抜きすればいいのに。次、行けそうな日があったら教えてよ。無理はしないでね、ユキ。うん、ありがとう。お母さんがまた見に来るかもしれないから、今日は先に落ちるね。うん、お疲れ、ユキ。またね。勉強しないと。それじゃあお母さん、学校行ってくるね。予備校はないけど、教室で自習してくるつもりだから、帰りはいつもと同じ時間になるかな。ありがとう、お母さん。じゃあ行ってきます。参考書は、そうだけど、自習して帰ろうと思ってるの。もしも近いから勉強したくて。
心配してくれてありがとう。うん、また明日。勉強しよう。もうこんな時間か。模試対策用の問題集は終わった。3周解き終わったし、もう大丈夫かな。ちゃんとやれば結果は出せるはず。そろそろ帰らないと。お母さんが待ってる。ただいま。あれ？いつもならお母さんが出迎えてくれるのに。お母さん、どうしたの？何かあった？ううん、ないよ。私がお母さんに隠し事なんて。仕事、お母さんに言えないようなことって。もしかして隠してることなんてないよ。お母さんにそんなことするわけないし。私のシンセサイザー。なんで？これは私にとって間違ってゴミに出しちゃったみたいで。このシンセサイザーはまだ使うので回収しなくても大丈夫です。母には私から伝えておきますから。はい、お願いします。将来のために勉強しておこうかなって。音楽をやってる友達がいるんだけど、その子を見てたら興味が出てきて、私も勉強をしてみたいなって思ったの。ほら、世の中には音楽療法とかもあるし、将来に役立つかもしれないなって。ありがとう、お母さん。だから、このシンセは。
ありがとう、お母さん。心配かけちゃってごめんなさい。でも、私にとって、音楽は、このまま、ずっと変わらないの。何が面白いのか、何が欲しいのか、わからないままなの。高校生になっても、大学に行っても、このまま、ずっと、やっぱり知りたい。この曲の何が、私を揺り動かすのか、メロディーから真似して、作ってみよう。お母さんが、私のことを心配してくれるのはすごく嬉しいけど、私は、やってみたいの。音楽を。もちろん、受験勉強に問題ない範囲でやるよ。教えてくれる友達にも迷惑かけないように。え？うん、同い年だけど。それじゃあ。勉強は私は ごめんなさい。私そんなつもりじゃなくて。お母さんは私のことをいつでも真剣に考えていてくれるのに、困らせちゃってごめんね。私がしたいことは、ごめんね、お母さん。私、音楽はもうやめるよ。それで将来のために受験勉強する。だから安心して、お母さん。うん。今は勉強が一番だもん。うん、わかった。わがまま言ってごめんなさい。私、夕飯まで勉強してくるね。胸の奥が冷たい。苦しくて何も考えられない。さっきのお母さんの姿が頭から離れない。通知。瑞希から。今から世界に来れる？みんなに話したいことがあるんだ。世界、
世界に行こう。頭がぼーっとする。みんなを探さなきゃ。みんな、あ、いた。あれはなんだろう。みんないつもと様子が。よしよし、僕たちは怖くないよ。仲良くしようね。そんなぐいぐい言ったら余計怖がるでしょ。みんなどうしたの。あ、真冬。ふふ。まあ見た方が早いかしらね。うん。挨拶できる？うん。あ、そのはじめまして。よろしくね、レン。なかなかミクの後ろから出てきてくれないな。人見知り、いや恥ずかしがり屋なのかな。見た感じどっちもっぽいけど。また増えたんだね。そうそう、作業の息抜きに世界に来たらレンがいるんだもん。僕びっくりしちゃってさ、みんなに伝えなきゃって思って急いで連絡したんだよね。まったく。それならそう書いてよね。話したいことがあるってだけじゃ分かんないじゃん。ごめんってば。でも世界が賑やかになるのは嬉しいよね。そうだね。まだレンは慣れないみたいだけど。みんなが来る前に少し話したんだけど、ちょっと緊張してるみたい。でもミクには懐いてるんだよね。レンを見つけて私たちのところまで連れてきたのがミクだったからでしょうね。そうだったんだ。ふふ。もう少し私たちに心を開いてくれてもいいのにね。ミカ、レンが戸惑ってる。あら、いいなことも行ってるかもしれないなの。え、そんなことない。嫁、ね、言わせようとしてるじゃん、それは。レンとはゆっくり仲良くなるしかないね。そうだね。少しだけ楽になってきた気がする。でも、真冬？どうしたの？なんだか苦しそう。何かあったの？別に何も。何もないって顔してないからみんな心配してるんでしょ。何でもいいから言葉にしてみたら。言葉に、もしの、もしの勉強はしなくちゃいけなくて、でも私のシンセがお母さんに見つかって。シンセ？え、真冬、それ本当？ああ、そっか、あのお母さんに。ちょっと
人で話進めないでよ。真冬のお母さんにシンセが見つかったらなんかまずいの？まずいっていうか、まずくなりそうだなっていうか。もしかして真冬音楽やってること話してないの？お母さんは私に勉強してほしいって思ってるから。それで昔部屋に置いてたシンセを捨てられそうになったの。え？何それ、いくら勉強してほしいからってそこまでする？その時は捨てられそうになったけど、回収される前に取り戻せたから。じゃあさっきシンセがお母さんに見つかったって言ってたけど、もしかして？うん、預かるって言われた。でもそのうち捨てられると思う。真冬、信じられない。別に悪いことしてるわけじゃないのに、人のものを勝手に捨てるなんて。ねえ真冬、よかったらお母さんのことを話してくれない？そんなに面白い話じゃないよ。そうだよね、家の話だし話しづらいことだっていうのも分かってる。だから嫌なら無理して話さなくてもいいよ。でも話して楽になることなら聞かせてくれたら嬉しいなってさ。話せば分かった。それで真冬のお母さんってどんな人なの？普通の人だよ。勝手に人のものを捨てようとするなんて全然普通じゃないでしょ。さっき昔シンセを捨てられそうになったって言ってたけどさ、あんたは何も思わなかったの？何も。でもお母さんは私の将来を考えていってくれてる思う。音楽に時間を使うより受験勉強につながることをした方がいいはずだって。それが将来のためになるから。だから私は音楽を、音楽を。真冬でもあんたには必要なんでしょ？だったら親に話さなきゃダメじゃん。黙って親の言いなりになることなんてないんだから。別にそんなつもりない。お母さんが私のことを考えてくれてるのは本当のことだと思うから。だからそれが親の押し付けだって言って。エナ、真冬のことが心配なのはわかるけど一旦落ち着こう。真冬にとっては大切なお母さんなんだからさ。それはわかってるけど、真冬はお母さんの言ってること正しいって思ってるわけ？うん、正しいと思う。そう。でも本当にそう思ってるのならここには来てないんじゃないの？うん。だってあんたの母親は音楽よりも勉強しろって言ってるんでしょ。それが正しいって思ってるならあんただって部屋で勉強してるはずじゃない。それは、私音楽はもうやめるよ。それで
将来のために受験勉強する。だから安心して、お母さん。世界に行こう。私は。わからない。まあまあ、真冬も疲れてるみたいだし、この話はまた今度にしない？そうだ、蓮の歓迎会とかやろうよ。早くみんなと仲良くなれるようにさ。え？僕も？いいけど、急だね。ふふ、いいんじゃないかしら。メイコも、もちろん参加するわよね。関係はするけど、騒ぐのは勝手にやってちょうだい。みんなもいいかな？断る理由もないしね。別にいいよ。私も大丈夫だけど、もしが終わるまでは無理。ああ、そうだよね。ごめん、今日は先に帰るね。勉強しないといけないから。真冬。何？私が言えることじゃないと思うけど、家族を、お母さんを大切にしたい気持ち、わかるよ。でも、無理はしないでほしい。真冬が苦しんでるのは、嫌だから。ねえ、真冬？僕は真冬が好きなようにしていいと思うよ。親の言うことを全部聞く必要なんてないんだからさ。勉強に疲れちゃったらフェニランにだって遊びに行ってもいいんだし。フェニラン、そうだね。ありがとう。じゃあまた。あ、真冬のために何かできることはないのかな。そうだね。でも奏は今も十分真冬の力になってると思うよ。うん、いつも真冬のために曲作ってるし、心配になる気持ちはわかるけど。ふふ、リンの心配だものね。うるさい。ねえ、かなて、もし真冬のために悩んでるのなら、真冬と一緒に曲を作ってほしい。え？真冬は、かなでたちと曲を作ってるときは安心した顔をしてるから。だから。確かに、それが一番いいかもね。真冬は分かってなさそうだけど、こっちの活動も大事だって思ってるみたいだしね。そっか。となると、奏に早く曲を作ってもらうためにも、フェニランに行ってリフレッシュしなきゃね。本当は4人で行ければよかったんだけど、無理強いするのは良くないと思うし。結果的にそれが真冬のためになるならいいんじゃない？そうだね。みんなありがとう。真冬のために早くラフを作れるように頑張るよ。うん、頑張って、かなで。真冬ちゃん、大丈夫かな？真冬はお母さんの言ってること正しいって思ってるわけ。でも
本当にそう思ってるのなら、ここには来てないんじゃないの？私は、どうして。それじゃあ、お母さん。もし、行ってくるね。自己採点して帰ってくるから少し遅くなるかも。帰るときにまた連絡するね。ありがとう。行ってきます。模試会場はあっちだっけ？行かなきゃ。足が重い。駅からそんなに遠くないはずなのに、会場までやけに長く感じる。 A 判定を取らないと。お母さんが期待してるから。でも胸が冷たい。お母さんが喜んでくれるのに、どうして。期待に応えないと。でも本当にそう思ってるのなら、ここには来てないんじゃないの？期待に。メッセージ誰から？体の内側がぐるぐるしてるみたいで気持ち悪い。それに息苦しい。でも早く行かないと。もしを受けないと。お母さんが。私真冬、もうすぐ模試かな。僕たちは今フェニランに集合したところ。行けないって言ってたけど、自己採点とか全部済んで早く終わったらいつでも来ていいからね。行かなきゃ。はい。どうして来ちゃったんだろう。今ならまだ間に合う。戻らないと。戻らないと。いけないのに。真冬。ミック、それにレンも。この前世界に来た時、真冬が苦しそうだったから、レンが様子を見に行きたいって。そうだったんだ。でも真冬、ここは。真冬、みんな、あれ、ミクって。
とレン、二人ともこっちに来てたんだ。うんっていうか真冬、もしだったんじゃないの？もしかして予定変わった？それならそうと、来るなら連絡くらいしてよね。たまたま見つけたからよかったけど。あ、もしかしてサボったりでもした？なんて、真冬がそんなことするわけないか。真冬？真冬、大丈夫？わからない。わからないって。わからないの。うん。じゃあさ、ちょっと歩かない？何があったかはわかんないし、言いたくないなら僕も聞かないよ。でも、せっかく来たんだしさ、遊ぶ気分にはなれないかもしれないけど、雰囲気だけでも楽しんだ方がいいかなーって。もちろん、帰りたくなったらいつでも帰って大丈夫だよ。うん、よし、決まり。じゃあみんな、行こっか。ミクたちもペニランって初めてでしょ？一緒に回ろうよ。楽しそうだね。うん、ニコニコしてる。やっぱり人多いね。前に来た時はもう少しゆっくり歩ける感じだったのに。例のナイトショーでバズったみたいだしね。それに今あちこちで宣伝公演もやってるみたいだし、地方から遊びに来てる人も多いみたい。そうなんだ、水木詳しいね。ま、ショーキャストやってる知り合いがいるからね。ナイトショーの演出も担当したみたいだし、時間があればみんなで見たいけど。真冬、大丈夫？うん、もう模試が始まった時間だ。お母さんになんて言われるかな。せっかく応援してくれてたのに、今からでも戻った方が。あれ、朝比奈先輩？うん。ごめん、ミクたち隠れて。わかった。大鳥さん、大丈夫ですか？なんだか、いつもより元気がないような。あ、じゃなくて、いつもと雰囲気が違う気が。うん、ごめんね。大丈夫だよ。でも、こんなところで会うなんて偶然だね。遊びに来たの？あ、私はこれからショーをやるんです。実はここでショーキャストしてて。あ、そうだったね。そっか、ごめん。前に教えてもらってたね。ううん、大丈夫です。朝日奈先輩はお友達と遊びに来たんですか？うん、そうだよ。ショーキャストって、もしかしてナイトショーにも出るの？はい、ナイトショーの前にワンダーステージでもショーをやるので、皆さんもよかったら見に来てください。ありがとう。ちょうど見たいねって話してたんだ。ワンダホイな気持ちになれるように頑張ります。ワンダホイ？じゃあ、朝比奈先輩。うん、いや、どうしたの？朝比奈先輩、フェニックスワンダーランド楽しんでください。ここはみんなを笑顔にしてくれる場所なので。うん、ありがとう。
私はこれで。バイバイ、ショーを頑張ってね。笑顔にしてくれる場所。あの子、真冬の後輩？すごく明るい子だったね。うん。でも、真冬のこと怖がってるみたいだった。真冬ちゃん、怖くないのにね。いや、さっきの真冬は十分怖かったと思うけど。そうだったかな。まあ、今日は仕方ないんじゃない？遊びに来てるんだから、無理する必要もないでしょ。うん。真冬、大丈夫？もし調子が悪いなら、少し休んでも。別に、平気。何か乗るのなら、付き合うよ。本当？じゃあ、ちょうど乗りたいのがあるんだよね。みんなで行こうよ。乗るって、何？ああ、アトラクションって言ってね、みんなで乗り物に乗ったりして遊ぶんだ。ちなみに僕が乗りたいのはフェニックスコースター。それって結構本格的なやつじゃなかった？レンたちもいるし、もう少し子供向けのやつにすれば？とか言ってエナが怖いんじゃない？あ、そんなわけないでしょ。怖いの？ああ、大丈夫だとは思うけど、子供向けの方に乗ってみて、行けそうならちょっと早いやつに乗ろうか。ま、それならいいんじゃない？わかった。そういえば、真冬はここに来たことあるの？あるよ。え？あるの？そんなに驚くこと。いや、まあ不思議じゃないけど、今のあんたとフェニランが結びつかなくて。来たのは、子供の頃にお母さんと一度だけ。そっか。お母さんと来た時は、どんな感じだったっけ？思い出せない。お母さん。到着。じゃ、早速乗ってみよう。僕もビューンってなる乗り物すごかったね。うん、びっくりしたけど景色が綺麗だった。気に入ったならいいけど、私はちょっと休みたいかも。私も。飲み物買ってくる。この時間までいちゃったな。今から言っても意味ないか。お母さん悲しむだろうな。真冬、大丈夫？わからない。どうしてここに来たのかもよくわかってないから。本当に、なんで来ちゃったんだろう。うん。真冬ちゃんは、みんなといるより、
もしっていうのに、行きたいの？それは、もしの方が大事なのは分かってる。お母さんだって、それを望んでる。でも、やっぱり、わからない。あれ？真冬、奏たち、いないよ。え？あれ？私、どこから来たんだっけ？どうしよう。迷子ってこと。落ち着いて、レン。どうしよう。奏たちに連絡する。スマホ使うね。連絡取れた。動かないで待ってて、だって。よかった。もう大丈夫だね、レン。うん。奏たちが分かりやすい場所で、座って待ってようか。一人になるの、怖くないの？別に。そうなんだ。すごいね。僕は、ちょっと、怖いな。どうして、レンが怖がるの？今一人なわけでもないのに。そうだけど、世界に来た時のことを思い出しちゃうんだ。世界に？うん。すごく広くて、何にもなかったから、ミクが見つけてくれるまで、迷子になっちゃってたんだ。その時のことを思い出すと、怖くなっちゃって。そういえば、昔。ねえ、お母さん、連れてきてくれてありがとう。キラキラしてるのがたくさんある。それに、みんなニコニコしてて楽しそう。遊園地キラキラしてるから、見てるだけで楽しいもん。はーい、チュロス買ったら何に乗ろうかな。メリーゴーランドも可愛いし、お魚コースターもいいな。そういえば、たまにフェニー君が遊園地の中をお散歩してるんだっけ。いないかな。してもらいたいな。あ、うん。ねえお母さん、あっちにフェニー君が。あ、フェニー君行っちゃう。今行かないと握手できないかも。でも、お母さんと一緒じゃないと。あのね、お母さん。お母さん、まだ
だ電話終わらなそう。本当はダメだけど、ペニー君すぐ近くにいるし、ちょっとだけなら。ペニー君と握手できてよかった。早くお母さんのところに戻らないと。あれ、お母さんここにいたはずなのに、なんでどこにもいない。あれ、お母さん。どうしよう、迷子になっちゃった。お母さん探さないと。朝日奈。でも知らない人に名前を言っちゃダメだってお母さんが。そう。見てる。メリーゴーランドもあんなに大きかったっけ。お馬さん可愛いと思ってたのに、なんでだろう。怖い。遊園地全然キラキラしてないよ。なんで。怖い怖いよ。お母さんどこ。お母さん、お母さん。お母さん。お母さん。あの時、お母さんの手がすごく冷たかった。うん、
あの時だけじゃない、今もずっと冷たい気がする。でもどうして。真冬ちゃん、あ、ナイコ、大変、助けてあげないと。そうだね。あ、でも大丈夫みたい。よかった。レン、嬉しそう。あの子が、あったかそうで、よかったなって。あったかい？うん。一人だと、寂しいし、なんだか、心が冷たい感じがするから。レンも、冷たいって感じるの？僕は、うん、僕もそうだったから。一人で世界に来た時、誰もいなくてみんなを探そうって歩いてたけど、誰も見つからなくてすごく心細かったレン。でもミクが僕を見つけてくれて、手を握ってくれたとき、あったかいって思ったんだ。どうして？うん。一人じゃないよって言ってくれた気がしたから。だから、あの女の子も同じなのかなって。一人じゃない。ずっとそばにいるよ。私はその温かさを知っているような。真冬、あ、真冬、大丈夫？奏で。よかった、真冬いた。うん、探したんだからね。ほんと、いつも世話が焼けるんだから。道が分からなくなったってだけじゃ、どこにいるのか分かんないでしょ？ごめん。でも、すぐに見つかってよかったよ。うん、すぐに合流できたし、真冬に何もなくて安心した。まあ子供じゃないんだし、そこまで心配する必要はないんだけど、真冬だしね。真冬、一人にしてごめん。はぐれて不安だったよね。え？でももう大丈夫だよ。よかったね、真冬。うん。なんだろう、この感覚。さっきまで、すごく冷たかったのに。そういえば、なんだか人が増えてきた。もうすぐナイトショーだからじゃない？それで人が移動してるんだと思う。そっか、もうそんな時間なんだ。またはぐれないようにしないとね。だね。って、真冬！ぼーっとしてると人にぶつかっちゃうでしょ？え？あ、真冬。大丈夫？怪我してない？うん。軽くぶつかっただけ。でも、どうしたの？
奏でのって。ああ、ごめん。転びそうだったから、つい握っちゃって。別に、嫌じゃない。奏での手、少し冷たい。でも、どうしてだろう。温かい気がする。奏でだけじゃない。エナも、瑞希も、みんながくれるものが、心地いい。これは、何？二人とも大丈夫？うん、なんとか大丈夫。まだ胸の奥が温かい。どうしてこう感じるんだろう。ねえ、真冬ちゃん。何？そのまだ冷たい？今は冷たくない。理由はわからないけど。そっか、真冬ちゃんがそう感じるなら僕も嬉しいな。きっとみんなと一緒にいるからだね。だって僕もみんなといるとあったかいもん。みんなといると、そっか、ここはあったかいんだ。それでこの後のナイトショーだけど、どうする？見ていく？見たい見たい。あー、でもそろそろ真冬は帰らなきゃいけない時間か。実感、まっすぐ、門限だ。ナイトショーを見てたら、門限には間に合わない。帰らないと。でも。きっと、みんなと一緒にいるからだね。せっかく来たから、少しだけ見て、帰ろうと思う。よーし、じゃあ急がないと。早く行かないと遠くから見ることになっちゃうよ。せっかくだからいい場所で見ないとね。行こうか、真冬。うん。真冬、元気になれたみたいだね。うん。ここはみんながくれるものが温かい。わからないけど、この感覚はなんだかホッとする。じゃあお母さんと奏たちは何が違うの？どうしてお母さんといると冷たく感じるんだろう。苦しい。考えるのはやめよう。今はこの温かいにもう少しだけ。ありがとう、お母さん。それと、ごめんなさい。
をやってる友達がいるんだけど、その子を見てたら興味が出てきて、私も勉強をしてみたいなって思ったの。